してと言いますけども、三角形が正三角形ではなくして外資っていう、こう上がったところがありますね。一番、上まぶたの一番三角形の頂点になったところがありますね。的形状虽然称为三角形，可是并不是最标准的三角形，而是像指导员所画的这样子，眼睑往上会有一个很明显的三角形角度。球状球って言いますけど、指の頂上のような形になります、ね、这形状有点像是我们指头隆起的关节形状，像这样子。それがですね、目の幅に対して大体3分の1のところが球状腸になります。然后以此为顶点，下眼线可以分为三部分，各占三分之一。で、この目の幅に対して目の開きっていうのは大体2分の1ぐらいになってると思います。若眼睛的话，眼睛的高度就是以眼线眼睛的宽度的二分之一为准。で、この、まあ、目の大きさっていうこの幅がですね、狭ければ開きがなくなってくる。若眼线的宽度不够宽的话，会看起来有点。眼睛会变小ということになってきます。で、これがですね、目の形が中型と小型と大型では違ってきます。で、中型が一番こう引きがある。然后，这眼睛的角度，它眼睛的角度会因为大型犬、中型犬、小型犬而有所不同。一般来说，角度最为激烈的是以中型犬为主。大型秋田犬ですね。秋田犬が一番ちょっと垂れ目のような形になっています。若以大型犬、秋田犬来说，它的眼睛有点不具威严感。それはどういうことかと言いますとですね、眼球の大きさ、眼球の大きさっていうのはほとんど。変わりません。目の玉の大きさっていうのは大型も中型も小型も変わりません。这只是眼睛的形状，可是对眼球的大小并没有分别。で、頭の頭蓋の大きさによってこの眼下っていうんですけど難しいですね。目が入ってるこの穴ですね。穴の大きさによって目の引きが決まってきております。根据各大型犬、中型犬、小型犬，因为头盖骨的大小不同，所以才会造成眼窦形状的不同。で、このページに書いてあるこの目の引きがありますね。で、資料上有一个线条。ABC となっていると思うんですが、有分成 ABC 三種。A が中型の目の引きでございます。A 为中型犬眼线的角度。で、B が小型の目の引きです。B 为小型犬眼线的角度。C が大型の目の引きということになります。C 为大型犬眼线的角度。で、大体ですね。大体ですよ、これは。大体なんですが、小型の場合が約25度ということになります。一般来说、只是一般说法、并不是最标准的。一般来说、小型犬的眼線角度为25度。そこに書いてある35度というのは中型の引きになります。图上所写的35度角为大型犬的角度。それから目の色素のことを言っておりますけども、真ん中に瞳があります。现在以眼睛的颜色来做分明。で、内輪があって中輪があって外輪があります。